こんにちは。今日は節分ということで、子供たちと一緒に豆をまきに来ました。まあこんな中でもノーマスクは私だけ。じゃあ俺は入れてきてあげないね。あ、すいません、ね、どこあるか見てたから。そうです、うん、ありがとうございます。あ、ほらお母さんあるよ。お母さんじゃあ入れとくからね。はい、今入ったよ。いえいえいえ、はい、いやこちらこそ。お母さんも元気でよく出られましたね。雨も上がったしね。そうそう、よかったいの。もうね、だからね、天気もね、来る話したけど、あのね、天気になったらもうねってね、あのいっぱい来たり入ったりできました。いやよかった、来られて ね、これは出かけられることが幸せだいね。そうですよね。うちはね、そこの幼稚園にね、あのひ孫さんでお世話になってるんですよ。あ、ひ孫さんがいるんだ。ひ孫がいる。いいね。でもね、近いからね。本当だいね。ということでね、よく噛んでますか。あの、ひ孫さんがね、食べ終わったら向こうを通って、ここにいいことが書いてあるんですよね。ほー、この何だっけ、周り見るとね、それ見な読みながらね、あ、歩くのもいい、あれ、ただ下向かれ、向きで歩くんじゃなくてあれだなと思ってね。でもよく階段上がってきたじゃね。階段上がってこっち来ました。あー、こっちの方からか。え、こっちの方ね、あの軽く動けるとこは、あの段がなくてね。すみちゃん、行ってお茶飲もうよ。あ、そうだね、うん、そうだね、がいいじゃん。大丈夫だよ、元気持ってきたんだからよかったんだよな。お世話様になります。いや、こちらこそお世話様でした。どう、気をつけてお帰りくださいね。